こんちゃー、まいこちゃんです。プレッティーということでですね、はい、すいません、ちょっと大丈夫ですかね。あの青鬼実況をねやろうと思ったんですけど、すいません、何ですかこのなんか心臓の鼓動。うん、ごめん、これ怖がらせにしちゃうかもしれんけどさ、うん、乗っちゃってるわ俺。ということで、あの生粋の陽キャラを発動したところですね、あのプレイしていきましょう。あれ俺さ、今日めっちゃ怖いゲームやると思って心構えていきたいけど、あれこれもしかして怖くない？え、なんか乗っちゃってるんすけど。ということで、やっていきましょう。まあ、青になんとなく知ってるんですけども、あんまり詳しく内容は知りません。なんか鬼が追いかけてきてね、そいつになんか当たったら負けみたいなことは知ってます。ということでね、ちょっとやっていきましょう。まあ、そもそもね、まあ、僕のね、懸念点として、なかなかホラーゲーム難しすぎて謎解きできません。うん。そこがね、ちょ、懸念点になるんですけど、まあまあ、早速やっていきましょう。はい。あの、実際ビビることはないと思います。はい。僕、落ち着いたジェントルマンなんで、はい。ね。通常モードでいいんですかね、これ。いきますか。始める。名前はどうしよう。舞妓にしとくか、舞妓に。いきましょう。うるさい、うるさい、うるさい。まあ、やかましいの、お前、俺。これも驚かせに来ちゃうやろ？うん。全然驚きませんからね、僕。はい、この館にはお化けが出ると。中は思ったより綺麗だな。なんだか寒いわ。おいも帰ろうぜ。なんで私ビビってんのか。うわ、うるさいうるさい。びっくりはしてないな今。何？ガラスの音がしたんでね、ちょっと見に行こうということで。え、何？もう始まったんこれ。鍵がかかっている。はいはい。もう始まったみたいな、これ。うわ、びっくりしてないな、今の。ドア開く音で。あ、これが割れたんか、さっき。なんだ、これは。うお。皿の破片をゲットした。これは何に使うんだ？まあ、これはね、謎解きをしていく感じなんでしょ、多分。冷蔵庫とかタップしても何もないと。はいはいはい。ドアの音にはびっくりしてないよ、さっきから。あれ？ちょっと待って。いなくなった皆さん。どこに行ったのかしら？上か？おーおーおお、はいはいはい。ちょ、いろいろね、とりあえず散策していきましょうか。引き出しとかあかんのんやね。うわ、びっくりした。なんかいるぞ。おい、たけし何しとんねんお前。なんかたけし怖がってますね。なんか見たんかな。鬼いるんちゃうのこれ。ちょ、こいつ拉致やかんな。ビビりすぎやろ。ほんとに勘弁して。お、この家の地図かな。こっち入ってみるか。鍵がかかっている。こういう鍵とかもね、なんか見つけていって、どんどん進めていくんかな。3階も行けるみたいな。じゃあ行ってみるか。おい、びっくりしてないな。3階はどこも開いてないね。で、1階降りて左行ってみるか。まあまあ、なんもいねえじゃねえか、お前。おい、え、八方塞がりじゃねえ。どこも行けんじゃん。え、もうこれ出口は出れるわけないよな。うん、出口出れんのもおかしくねえか、これ。こっから入ってきたのに。誰かに閉められたってこと？こっち行ったっけ。行ったよな。え、どうすりゃいいんこれ。いや、ガチさ、
ホラーゲームってむずいよな。だってここも入れんやろ。え？むずくねえか。え、もう全部入ったもん部屋。え、ベッドの下とかもなんもないと。お、あった。なんだこれ。図書室の鍵。どこだ図書室は一体。来た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 。いいねいいねいいね。こっちか、これか図書室。はい、なんか合ってました。あ、これ上にヒントあるじゃん。わあ、ありがてえ。まあ一回ちょっと待って、なんか見えたかな今。いや、何も見えてないな。うん、これ上にヒントあるのありがたいね。まあ俺が使うことは一切ないと思うんですけどね。ちょっと BGM 大きいな。うん、これいや、おったよなさっき絶対な。え、ね、あいつって何？壁すり抜けれる能力あるん？おお、なんかあった。寝室の鍵、寝室どこなんやろ。なんか来たな、なんか来たな。逃げよ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 。はいはいはい。まあまあまあ、まあ、ちょっと待って、これ操作が難しい。こっち行こうこっち行こう。ちょっと待って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 。たけしたけしたけし、助けて助けて。ああ、やばい。たけしたけしはどこですかね。たけしさん、ここ。おお、たけしおらんくなってる。なんか隠れれたんやけど。え、なになになに。どうなる。え、はい、どっか行きましたねこれ。はい、出ましょう。はい、勝ちです。勝ちですね。じゃ、たけしどこ行ったね。勝手におらんくなる。やめてほしいね。ちょ、もう一回、え、何の鍵ゲットしたっけさっき。寝室の鍵か。寝室ってどこや。あ、寝室は2階のやつか。こっち行って入れたっけ。違うか。じゃあこっち寝室。じゃあ3階か。え、なんか全然怖くないじゃん、青鬼。いや、ここか、寝室。ここか。ここにたけしって。いや、今隠れる必要ないな。なるほどね、ここも隠れると。もうこういうところもね、熟知しとかないとね、鬼に追いかけられた時に、役に立つんでね。うん。ちょっと意味がわかりません。何この扉。お、こっちは寝室か。はいはいはい。いや、なんかひときわ光ってる金庫あるな、これな。動画を見て青銭を入手しますか。いや、ちょっといいです。え、これ。お、なんかあった。え、さっきの青銭ってやつは必要なやつじゃないよね。動画見んといけんけ。おー、落ちた。え、これセーブポイントとかない？あるじゃん、セーブ。一旦セーブしとこうぜ。あ、これセーブできるのありがたいな。何これ、ピアノ弾けるん？ピアノ。こういう模様のピアノもあるんじゃないかな。うん。開けれないと。なんかあるぞ。何これ、答える。何は出た。こういうのがむずいんよガチで。意味わからんじゃん。え、答えるって、あ、これ数字？え、でもこれ何？ 9 じゃない ?9。どういうこと？え、意味がわからん、意味わからん。え、これ逆さにしても数字になるわけでもないしな。6、6、6っぽい。うん。わからんな。え、だってもうこれ、やることやったよな。え、もう行けるとこ全部行ったよな。こっちもだってもう何もないもんね。
開いてる。入ってみるか。おう、洗面所ね、洗面所。え、なんもないじゃん。ちょ、とりあえずね、タップしていきましょう、全部。なんかあるかもしれない。はい、抜けましたね。プラスドライバー？え、プラスドライバーなんか使えるとこあったっけ？ないよな。お、あれ、こっちも入れた？え、なんか洗剤手に入れた。あれ、こっちも入れんかったよな、さっき。なんもない。洗剤。洗剤は使い道なくね？え、俺今、え、今、俺今、髪がなんか俺、舞い降りてきたかも。え、洗剤であのピアノを絶対洗うやろ。俺、髪やな、これ。え、俺、髪じゃね、これ。うわ、俺、頭いいな。あちょ、待って、びっくりした、びっくりした。ちょ、待って、これどうすればいい、これ、逃げよう。はい、逃げましょう。ちょ、心臓が止まる前に逃げましょう。あ、おい、まだ来るんかい、お前、おい。おい、俺は、どこに行けばいいんだ、これは、一体。ちょ、一旦、あっぶねえ。え？びっくり仕掛けた、今。ちょ、セーブ。これ、逐一セーブしとかないとね、ラチアがないんで。今はびっくりしてないよね、俺。うん、絶対に。リプリ500回流してみてください。あの、500回見てもね、誰も彼もがね、100人聞いても100人がね、びっくりしてないっておっしゃると思うんですけど、ここに行ったら、ピアノがあって、これを洗剤で拭くとね、いうことでしょ？違うかな？アイテム使うとかないかな？使用する。ここでは使えない。見当違いでした。え？違うん？あ、待って。え、ここら辺ドライバーとかはめれんのかな？はめれんよな。ドライバー使えるようなとこあったか？洗剤ってことは？お風呂場で使うんかな？え、なんかこの中に洗剤入れて水入れるみたいな？違うか。え、むずい。洗剤、ドライバー、皿の破片。意味わからんな。え、でも絶対あのピアノの部屋よな、使うとしたら。こんなんやったっけ？え、こんな部屋あったっけ？いけるんかい、お前そっち。扉あるんかい。なにこれ、扉？壁紙に、身に違和感を感じますね。じゃあ、剥がせよ。洗剤使うとか？使えるわけないか。皿の破片使うとか？使えるんかい。え？待って。なんか俺やらせみたいになってね、俺。適当に使っていっただけなんやけどな。ドアノブがないので開けられませんね。これドライバーでドアノブを持ってこいってこと？これ。わ、なんかビビったな、今な。ちょっと待って。さすがに。あ、最悪。舞妓はブルーベリー色の巨人に追いつかれてしまった。じゃあ今回第1回ここら辺にしときますか。はい。ということで、第1回青鬼実況ね。はい。まあ結構意外といい感じに進んだんじゃないかな。ということで、はい。1回もまあまだ驚いてないということでね、これクリアするまでね、ね、驚かずにいけると思うんですけど、これ誰が見ておもろいねんってなるんですけど、まあね、僕、ジェントルマンなんでね、落ち着いた姿でね、最後までクリアしていきたいと思います。ということで、第2回青鬼実況でお会いしましょう。バイバイ。驚きてえなー。もっと。